長野県松本市旗を通り、東千曲郡山形村方面まで流れる、灌漑用の人工河川である。開作から1971年までは、八里山から北北東の谷に流れる黒川から取水していた。現在は、あずさ川から取水している。旗上、旗までは水道を、旗上旗では、集落の上を、旗中派電では、乗船時境内を横切って流れる。 松本市旗には、他に和田関、旗関の二つがある。長野県道25号潮尻鍋割穂高線と交差するあたりでは、和田関は再下段の貸し段丘の下で、安佐川と同じ高さにある。また旗関は、下から三つ目の貸し段丘を掘り通す高さに作られている。これに対して黒川関は、当初は山の中を通り、上畑寺山に置いて山麓に出て、 ほぼ東高線に沿っておりながら、山麓を掘り通すように作られ、旗中派電では、集落の中を通る。黒川関の水とともに、水道で、上旗寺山地石上部まで送られた水は、一部が黒川関に流れるが、より多くの水量がやはり水道で、右岸上段幹線として山形村、朝日村、塩尻市、荒井馬、さらに、奈良井川を越えて、 塩尻市州がまで主として、二十歳考のために送られている。畑村は、1874年に上畑村、下畑村、三甲村が合併して成立している。このうち上、畑すぐり用部は、高層の二十歳が多く、水田が少なかった。上畑村本郷は、集落を縦断する道路沿いに、用水路を通し、男女沢から流れ下る水を回して生活用水。 灌外用水に使っていた。西部の寺山地区では、巧妙沢のわずかな水を利用していた。しかし、多くの高地は二十歳で雑穀を栽培していた。1875年には、上畑村の水田は、高知面積の26%だったが、これは、菓子団の下である淵東には、水滝が土地の境愛な赤松には栗山叩くが流れて、水田があり、ここに出作し、 これらの水田を加算したものだった。用水を引き回電することへの願いがあったが、上畑村本郷の標高が高いという地形上の問題から、あずさ川本流からの取水は不可能であった。そのため、水源は南側の谷から流れる沢の水を引くことになる。しかし、一番近い水田区はすでに淵東が使っており、栗やたくは赤松が使っていたので、遠く、 黒川に求める以外になかった。黒川は谷を流れ下るとすぐに、島々宿よりも奥で、あずさ川に合流している。黒川から取水するためには、牛島、赤松集落の上部の山の休憩者地を横切り、詐欺沢、栗山叩く、水拓などの多くの谷を越える席を作らなくては、ならなかった。さらに、あずさ川の水を利用する、 水利権をあらかじめ持っている書籍の承諾を取り付けなければならないという大きな難題があった。一方、江戸時代には高東藩を経て天領に属していた山形村は1875年10月に大池村、小坂村、武田村が合併して成立したものだった。山形村も水利に恵まれず、二十歳が多かった。旗村に南どなげする竹田村も はずれに唐沢川があったけれども水利がなく、海殿は夢の夢であった。なお、旗村の旧三村のうち、下旗村も水田に恵まれなかった。しかし、明治初めに旗関が完成したことにより海殿が進んだ。また三港村では937年以前に和田関が完成しており、この水利に依拠して、早くから集落が成立したと考えられる。 ありがとうございます。